皆さん、こんにちは。2014、えー、通関実務対策講座申告書編第1回をお開始させていただきます。担当はレックス専任講師の伊藤でございます。よろしくお願いいたします。申告書編ということで、えーまあ、申告書の問題ですね、輸出申告書、輸入申告書の問題を、まあ、かなりの数を解いていただくという講座,講座になります、えー。この講座に関しましてはですね、 あのーまあ、分類編あるいは計算編もそうでしたけれどもお皆さんの方でですねこの時間の中で問題を解く時間というものは設定しておりませんのであらかじめ問題を解いてきていただいてその上でですね解説の講義こちらの方を聞い,ていただいて聞いていただきたいと思います。はい 申告書の問題というのはです、ねえーまあ、通関実務科目3科目目においてもです、ね、非常に重要なあものになります、えー、3科目目の通関実務というのは、まあ、通関試験の中でもです、ねまあ、合否を分ける分岐点だというふうになっておりますんで、ね、毎年のように、まあ、通関実務で1点2点足りなかったという方が、ねえー、多く目にします。 そそしてのの中でもでも、ねえー、配点の50ですね、えー、通関実務科目配点は30点になっておりますけれども輸出申告書輸入申告書で,です、ねまあ、1問ずつ出ますけれども都合15点配点になっておりますので、えーまあ、通常の合格基準は科目ごとの60%というふうになっておりますので、ねえー、かなりの上と半分を占めてしまうということで。えー 申告書の問題が解けるか解けないかということは非常に合否に影響してくる問題であるということですね、はい。それでは第1回に関しましてはですね、輸出申告書、輸入申告書、それぞれです、ね、例題2つずつ挙げまして、基礎編という形になります。初めて受験される方、申告書の問題というのはなかなか不慣れなものがあると思います。 でどうやって、えーまあえー、効率よくです、ねえー、解いたらいいのかというところが、ねえー、なかなかつかめない部分があるんではないかと思いますので、ねえーまあ、解き方に関しまして、まあ、基礎的な、ね、解き方こちらの方をまずこの第1回の講義の中で習得していただきたいと思います、はいえー、では一番最初はです、ね、輸出申告書という部分になります、えー、テキストを、ね、お開きいただきたいんですけれども 1> 第1章ね輸出申告書共通部分というところがです、ね、ページの中で出てくると思いますけれどもこちらをご覧くださいまず、ね、あの共通部分というふうになってますけれどもここ自体はです、ね、あの本試験の問題の中ではまず全然です、ね、関係のない部分になります、まあ、見ていただいてお分かりになると思いますけれども 輸出者とかね、輸出者の住所とか、えー、まあ申告書全般に関して共通の部分がここでは書かれているということになりまして、ここの部分は読めなかったから解けないということはまずありません、ここはね。ですから、まあ、えー、こんなものが書いてあるんだよというぐらいのね、えー、ことでね、あの見ていただければ結構です。はいえー、そして、ページめくっていただくとね、あの共通部分のところに記載事項。 書書くもののはは、ね、ペペーージジああるいい、ね、方に書いてあります。えば、ー、そしてまあ3ページの方はねあのここももちろん基礎的なあ知識になりますけれども輸出申告書の場合にはですね、えーまあ、価格これ、えー、試験の中では出ませんけれども価格というのは、まあ、FOB 価格う日本の輸出口を出る時までの価格ね出るう段階での価格 この価格を申告格としなければいけないというふうになってきまして、えー、試験の中で価格を記載するというようなことはありませんがただです、ね、1つ20万円を境にして上か下かで,です、ね、大学申告、小学申告というふうに分かれてきます。 大学申告の場合であればですね、えーまあ、貨物の分類番号を10桁それをねそのまま数字で選べばいいんですけれども、えー、20万以下の場合になりますと小学申告という形でですね、えー、10桁目ね、えー、貨物分類番号の10桁目のところが数字で、えー、選んではいけないというふうになってます。えー、そののあたりところは、ねあのー FOB 価格の20万円以下の場合には決まり事としてありますんで、えー、FOB 段階でねいくらになるかということはまあ非常に重要になってきますその辺に関しましては奨学合算という考え方がありますけれどもそちらの奨学合算に関しましてはね、えー、繰り返し部分の方でねあのご説明したいと思いますいずれにしろ、まあ、一出申告の場合には FOB の申告価格を求めると FOB 段階で 20万円を超えるのか20万円以下なのかによって変わってくるということをね、えー、まあそれではページめくりました次繰り返し部分というところに入りますけれども、まあ、繰り返し部分先ほど言いました FOB 価格でですね20万円を超えるか20万円以下なのかというところで、まあえー、10桁目のね、えー、扱いが変わってくると。 いうふうふに申しし上げましたけれどもこの部分ですよねで4ページのところねちょっとご覧ください4ページ、まあ、繰り返し部分ということで上の部分のところはあ一番左側に01「01一欄02二欄03三欄とありますねそして「01一欄の右側に行くと「統計品目番号」というのがありますまあここにですね貨物分類番号10桁を入れると。 いう形になってきますけども本試験の問題の時にはですね、まあ、010203という形で一番最初の一段目に入れるものは A という表示になりますね。スモール A ABCDE ですね A, B, C, D,、e、という形で分類は5個埋めるという形になりまして一番価格の高いものから一段、まあ、A になりますけどね二段 B ですね。そちらを 番号を選んで1番から15番までの選択肢その中から当該統計品目番号 A のところに入る番号を選択肢から選んでその番号を答えるという形になってきますこれはね。まあ、輸出の場合にはその輸出統計品目番号これも番号をね探し出さすえすればいいわけですね。5個を あの答えが出てくるとということですねそしてこの上の図のです、ね、下に書いてある統計品目番号というところをねちょっと着目していただきたいんですけれども、えー、ちょっと読みますよ「品名に対応する一種統計品目表に定める9桁の統計品目番号にナックス用コードを加えた10桁の番号を入力する」というふうに書いてあります。 えー、本来は貨物の分類番号というのは9桁で済んじゃうんですけども今は、まあ、NAX というです、ね、電子情報処理組織、まあ、コンピューターを使用して申告がほとんどになりますので、えーまあ、コンピューターでやるときにです、ねまああのー、最後、まあ、認,識する認識のためのものだと思うんですけどね10桁目がまあ必要になってくると。 ということで、えーまあ、ナックスで答える場合には10桁という形になってくるわけですから、まあ、考え方をね S 統計品目標の選び方の考え方も9桁であっても10桁であっても,もうほぼ同じですこれはねそして、えー、段落が変わってなお1品目の価格が20万円以下の貨物を一括して一覧で申告、まあ、これを20万円以下の、ね、貨物のことを「小額申告」というふうに言いますけども。 をする場合はナックス用コードの部分に X をねえ10桁目 X これを入れる数字じゃないということですねそれから20万円以下の貨物に該当する場合は10桁目をアルファベットの E ですね E これを入力するということねえそういう決まり事がありますえのでまあ注意していただきたいと思いますえそしてえ段落変わって また輸出統計品目標のナックス用欄に、まあこれはあのオベリスクというような言い方をしますけどね、まあ十字架マークのようなものがあります。この印がある場合には、ナックス業務コード表のナックス用品目コードに掲載されているナックス用品目コードを入力するということで、えー、まあ十桁目がですね、たまにですけども十字架マークのような、ね、オベリスクマークが 出てくる場合があります。その場合にはですね。えー、まあ。別冊として、えー、用意されています。輸出統計品目標だけではなくてですね、えー。別にですね。ここに書いてあるように、ナックス業務行動表という表がまた一つ与えられています。そのナックス業務行動表の中から、さらにですね。その。 オベリスクマークのついたものをですね、えー、探し出して、えーまあ、それがまた、えー、二,二股三股に分かれてるんですね、えー、ですのでその二股三股に分かれたもののどれなのかというところで10桁目の数字を決めていくという形になりますからこのオベリスクマークがついた場合にはあ椅子と受け品目標だけではなくその後に NAX 業務コード表に移ってそこで最後の番号を選んでいくと。 いう形になってくるわけですねで文章の方戻りますが本試,本試験においては貨物に対応した正しい統計品目番号を選択肢の中にある番号を書くんではなくてね選択肢15個用意されておりますのでその中の1番から15番まで番号を振ってありますから答えるのはその該当する番号の数字ですね1番123456789という 輸出統計品目番号であればそれが1番であれば1というのが答えになってくるということになりますね。えー、それから次は品名インボイス等に記載された品名を入力する。 なお入力がない場合にはシステム登録されている統計品目番号に対応した品名が自動的に出力されるということでこ、まあ、この部分はね、えーまあ、品名数量それからあ、まあ、通貨コードとかありますけどこの辺りのところは、まあ、参考のために見ておいていただければ結構です。本試験の中では先ほど言いました一統計品目番号ねこれを15個の選択肢から選んでその番号を書き出すというところだけですからね。 あとは品名数量、通貨コードというところを、ねえー、見ておいていただければ結構です。はい、それではです、ねあのー、ここで4ページのところの、まあ、小額合算という考え方、まあ、小額のです、ね、貨物が出てきた場合の扱いですね、えー、についてね、あのー、プレゼンターの方で再度確認できいますかね、おさらいをしておきたいと思います。 小額貨物の取り扱いということになりますけれども、えー、ここに書いてある通りなんですけれどもねあの具体的にですね、えーまあ、あ具体的なもの、まあえー、金額をね表してねあの説明したいと思いますけれどもまずあの貨物、まあ、A と B というふうにします、えー、便宜上ね A, A の貨物 B の貨物というふうにしますけれども A の貨物が まあこの分類番号はね何でもいいんですけども123456の789まあ10桁まで入れておきますかね0というふうにしておきましょうそして B の方が1つねずらして2345678901としておきましょうかねこの2つの貨物があると。 した場合ですねそして、えー、それぞれの申告価格 FOB 段階で A の貨物が15万円 B の貨物がまあ18万円だとしましょうこの場合に、えー、A の貨物だけ A だけ輸出する場合ね えーまあ、いろんなインボイスにですねいろんな貨物がありますけども少額になったもの少額ですね2つともね20万円以下ですから少額になっているものが A だけ、えー、まあ輸出しない方がいいですねこれねごめんなさい A だけの場合であればこの場合ね上の数字どうやって書くかというと123456ここまでが5ですよねそれから統計細分になりますけども789ときて 1>, 1個だけですから単独でね20万以下のものが1個しかないの場合には E を入れるというケースですねこういうふうになるそれから A と B ね A と B の場合同じ申告するね貨物の中に少額の貨物が A という貨物と B という貨物が混ざった場合。 どうするかというと、まあ、十五万、十八万ですかが、A と B、こちらの方が高いですよね。こちらの方が高いので、高い方のこの番号を使うということですね。二三四五六七、そして八九ゼロときて、最後は E ではなくて、混ざっているという意味の X という形になります。こういうような形でね、単独であれば、E を使う 複数をまとめたもの、まあ、奨学合算という言い方しますけれども、この場合には、最後、10桁目は X だよということね。えー、こういうふうになります。はい。大丈夫ですね。小学合算はね。はい。えー、それではですね、あの、奨学合算のところも注意申し上げました。それからもう一つね、あの、換算レート。 の取りり方があまますね換算レートこれに関しましては5ページの方に、ね、書いてあります5ページの方の、まあ、4行ばかりありますけどね、えー、まあこれはもうもちろん基礎的な知識ですから覚えてないといけない部分ですけどもね、文章を読んでおきましょう。右側の欄には深刻価格円建てで入力すると、その後ですね、外国通貨による価格を本邦通貨の円に換算するときのレートは、 輸出申告の日の属する週の前々週ですね2週間前における実勢外国為替相場の週間平均値として税関庁が口実する相場を用いるということですよね申告年月日というのはあの問題文の中に最後の方に出てきますその日のですね週の週間平均レートを、ね、使うのではなくてその日の が属する週の 2, 週間前、ね、2週間前の週間平均値これでもってですね換算してくださいという形になりますから先ほどの小学の場合なんかでもやはり冷凍の取り方によってはですね小学になるものが大学になっちゃうというケースだってねこれは冷凍の取り方を間違えちゃうとありますからご注意してくださいね。 えー、あくまでもこのような前々週のレートを取って20万円以下なのかどうかということを判断して、えー、10桁目の数字ねあるいは少額合算というものを考えていくというふうになってきます、はい。それからでですすね、えーまあ、テキストの方には書いいてないんですけども、えー まあ深刻症の問題においてですねまあ注意しなければいけないというところをですねえまあ6つばかりちょっとねあのご注意差し上げたいと思います深刻症の問題行く前にねえまあこんなところを気をつけたらえまあ解きやすいよというようなねあるいはケアリスミスないよとあるいはね素早く解けるよと。 えー、ヒントになるよというようなところね、えー、6つばかり申し上げます一、はい、つ目はですね、えー、ちょっとねあのプレゼンターの方に移して例を出しながらお話ししますけれども、まあ、こういう形でですね選択肢が、まあ、出てきます、まあ、今回の場合これね11個しか載せませんけどね、まあ、通常であれば15個です、まあえー、第1問のねこれを今日持ってきただけなんですけども えー、このような形で,です、ね、選択肢が現れます1番から、まあ、この場合は11番の間で、えー、このここに書かれている一種統計品目番号ねこれを探し出して最後は1番から11番の間の数字でね答えるという形になりますけどもご覧のように10桁のの数字といいうのは非常に見に見くいんですこれね、えー、人の目からするとまあ、まあ、例えばここの部分とかね、えー ここは、あの、このゼロがですね、えー、上から、こちらから数えると 5, 5番目ですね。で、これは6番目になりますけども、この辺のところがですね、非常に分かりづらくて、読み違える可能性がね、あるんで、このような場合、まあ、こういうようにですね、10桁の数字というのは、人の目で錯覚を起こしやすいという形になりますから、ここの間ですね、 5個,あの5個と5個に分けるんではなくてですねこっち4桁頭,あ頭は6桁ごめんなさい、えー、頭6桁ね6桁と4桁に線を引いちゃうというふうにすると非常に分かりやすくなぜ、えー、6桁と4桁にやるかというと輸出統計品目の番号のですね、えー、まあ掲載の番号の仕方がそうなってるんです。 頭二つはこれは類ですよね十八類そして四桁目までがこうそして六桁目までは五ですよね残り四桁は三つが輸出統計統計細分というふうなものになりますし最後ナックス表ですねこのような形で輸出統計品目標をですね 分かれてるんですね6桁と4桁で線が引いてあって分かれてるんでそれと合わせたような形で線を引いちゃうと非常に分かりやすく読みやすくなって答えのねミスが選択ミスがねなくなってくるという形になりますから、まあ、このような手段もね使ったらよろしいんじゃないかなと思います。 はい、それから2番目としましてはですね、えーまあ、換算レート先ほどありましたね、えー、申告の日の属する収納全然収納レートこれによってですね、えーまあ、20万円い,くかいかないかというのを計算するという形になりますけどまず一番最初に換算レートこれ見つけちゃってインボイスの方に転記してしまうと。 いうふうにしてくださいこれ、ねえーまあ、問題が進んだ後とで,です、ね、最後で、えー、換算レートいくらだっけなってやると時々間違えてしまう問題を解いてると頭はいろいろなことでかいあの頭の中回転してますからね取り違えてしまう可能性がありますから問題を解く前にもうおまだ冷静な状態の時に、ね、換算レート落ち着いた状態の時に、えー、インボスの方にね書いてしまう、えー、ドル例えば1ドル当たり90円だったら90円と書いてしまう。 ということですね。それから、あ、三番目としましては。え、陰謀の科学の品名に番号が振られてない場合がね。あの、本試験の場合、非常に多いです。え、陰謀の品名だけ。が書いてある。ですね。で、まあ、あの、この。申告書編の講座におきましてはですね。えー。も番号は振ってありますけれども、本試験の場合ね。振ってない場合があるんで。えー これはです、ね、自分でで振っっちゃった方が便利ですというのはインボイスの品名でね覚えようとしてる品名でこの品名はどこにあるのかなということで品名を頭の中に覚えながら椅子統計品目標を見るとそんなにですねそれを記号化しちゃって1番2番3番4番というふうに振っちゃうと1番の貨物は何だっけというような。 見方がでできるんですねそうするとお頭の使う負担もですね減ってくるという形になりますからあ問題文に貨物の番号をね番号が振ってなかった場合も自分で振っちゃうということですねそれから4番目、えー、椅子とけ品目標や実行管率表を活用するということをやっていただくと分かりやすいまあ練習問題やってますとですね 一等形品目標に書き込んじゃうと2回目以降ねやりにくいということはありますけれども本試験の場合にはですね一等形品目標の方に例えば先ほどインボイスに1番2番3番で振ってた振るということを言いましたけれどもその番号をですね選び出したその一等形品目標の方に書いちゃう。書いちゃうと 番号間違いい記ミスがないんですね選び出したのは正しかったとしてもそれをまたね陰謀室の方にその番号を転記しようとするとどうしても人間ですからあ間違いが起こりやすいえましてや10桁の番号を転記しますから間違い起こりやすいんで数字間違いでね点取れなかったっていうのは非常に悔しい、えー、問題を解けたのにもかかわらず転記ミスでねえー 1> 1点取れなかったその1点でね、えー、合格基準に達しなかったっていうのはね悔しいですからそういうようなものを防ぐ意味でもウィスト系品目標にはもう番号書いてありますそこにもう陰謀室のね、えー、自分で振った番号を入れてしまうそうするともう間違いないですよね印刷されてるもんですから転記する必要もないですからそういうような利用の仕方もありますよということですね。それから次はあ5番目ですかね。 5番目はね、椅子時計品目標は実行関税率、まあ、実行関税率標輸入のほうになりますけれども、同じですけれども、えー、時としてですね、あのえー、インボイスの英文表記、まずこれ、日本語で書かれてくるとありません、インボイスはね。えー全部 英語表記になってきますから英語がね堪能な方ばかりじゃないですよね通関試験そして通関試験というのは英語力を確かめる試験でもありません従ってですねその英語分かんない英単語が出てきたとしてもこれは絶対ヒントがあるそれはどこにあるかというと輸出統計品目標あるいは実行関税表の方にですね日本語とともに右側の方に ディスクリプションという欄がありますけどもそちらの方で英文表記されていますから分からない英単語があった場合には必ずと言っていいほどそのディスクリプション英文表記の中にその言葉が入っているという形になりますから分からなかったらあこれはまあ単純な、ね、ものはちょっとど忘れしちゃったっていうんだったら別なんですけどそれでも、ね、英文表記あります。 えー、まあ、えー、非常に難しいこの見たことない単語だといった場合でも慌てないでくださいそういう場合はまず英文表記の方ね絵師統計品目標の方の英文表記でその単語を探し出すということをねその作業をやっていただきたいと思います。それからあもう一つですね、えーま、問題文の中に インボイスのですね、貨物の、インボイスに書かれている貨物、この補助的なです、ね、貨物内容を表す文言が出てくることが多いです。 その場合にはです、ねまあ、長ったらしい,、ね、長,い非常に長い文章であった場合転記するのは難しいけどもですけれども簡単なあ、まあ、インボイスの貨物の内容を、ねえー、保管するようなものがあった場合にはインボイスの方に転記してしまうということねそういうふうにしていただくとインボイスとです、ね、それから一出統計品目この2つを見ながら探していくという作業で済んじゃうんです。 何を言いたいかというと、問題文の方とインボイスと輸出統計品目標3つのページを見比べるというのは、これ大変な作業になっちゃいます。3つね。それより1つの貨物の情報というのは、インボイスの方に全部集中しておけば、インボイスと輸出統計品目標2つの書類を見比べるという形ですから、ここでもミスが起こりにくいと。 いう風になりますでね、えー。そのあたりのところもね注意していただきたい。まあ六六個という風に申し上げましたけど最後ね最後もう一つあります。もう一つ、えー、これはもう奥の手ですけれども答えはですね、えー、問題文に書いてある15個の選択肢の中にしかないということですね。 一時品目標も2030とかね、えー、番号が存在するケースがあります問題によってはねそうだとしても答えというのは15個の選択肢の中から選びなさいということですから選択肢15個の中にしか、えー、当てはまるね、えー、当該問題のインボイス控えている貨物のが当てはまる分類番号というのは選択肢の中からしかないということになります。 したがって、まあえー、まあ実際にもですね、受験生なんか聞いてみるとよくやってるんですけれども、もう初めに十五個の選択肢ね、その番号一丁目を線引っ張ってしまうというようなこともね、えー、これもまあ回答テクニックとしてはありなんだというふうに思いますね。えー、自分が選んだものその線を引いたもの以外のところを選んだらこれは間違いなわけですよね。えー、選択肢の中にない。 いうものを選んでそれが答えだったらそれはこのその問題自体がおかしなことになってしまいますからね答えは選択肢15個の中にしかないというところになりますからその辺りを活用していただけたらと思いますまずはあのこの演習問題に関しましてはねその手を使わないようにしてくださいできるだけ自分の力で,です、ね、得く能力というものを養っていきたいあくまでも今申し上げたのは、まあ、全てではないあです。 全て演習問題でやってくださいということではなくて、本試験、えー、対応ですね。本試験の場合には、そういうようなテクニックも使ってくださいという意味も含まれていますので、ご注意いただきたいと思います。はい。えー、そのようなね、えー、ことを注意していただければと思います、えー。だいぶね、前書き長くなっちゃいましたけれども、えー、第1問の方からね、見ていくことにしたいんですが、えーまあ、はい 少し時間がかかりますので少し早いんですけどね一旦ここでブレーク入れさせてください。